えー、2021年2月1日、えー、雑談配信です。えっと、今日は声優の話でもちょろっとしようかなと思ってまして、えー、今日は月曜日、えー、今、なんだっけ、えーえー、日テレの9時からやるバラエティ番組で えー、深い話っていうのがありましてその深い話でなんかこう声優行政所の番組やるんだっつってそれちょっと見ながらああでもないこうでもないみたいな話しようかなと思ってましたよろしくお願いしますうーんとり,とりあえずとりあえずこんな感じでいいかえー、っと2021年の2月の1日 鬼は外、服は内ですね。な感じ10代の子が。 なりたい職業の代表として声優とかまあユーチューバーにユーチューバーになりたいっつってねえあるわけですけどあのーねお子さんの夢としては夢なんだろうねでも声優になりたいっていうのとほら俳優になりたいアイドルになりたいこれはやっぱみんな違うのかなとか。 その夢の持ち方として、ほら、俳優とかアイドルはイケメンじゃなきゃとか、イケジョじゃなきゃっていうところで夢がつぶ、あ、和骨、こんばんは。<laughs> わ、こんばんは。みんな簡単にボタンで挨拶す、すいませんのやめてくんねえかなと思いますけど、気づかないとき気づかないですからね。よろしくお願いします。はいはいって言ってね、よろしくお願いします。だから、声優ってのは割とその、 叶いそうと思うというと聞こえはいいけどさ、あの後ろ向きな夢の持ち方なんじゃないかとあの。顔が悪くても声がいければワンチャンとかさ、あスタイルが良くなくても演技力さえあれば、あ,あ、こんばんは、青森 B さんこんばんは。顔が悪くても演,演技でカバーできるものがあれば声優で 一発有名になれるんじゃないかとかそういうことを考えて声優になりたいなのかなとかっていうふうにも思えてしまったりするわけですしかし今声優と言われる人たちは声の仕事なわけですけどあの声以外の仕事を声優はやらされるわけですよね声じゃない仕事としてまあコンサートイベント イベント司会、えーまあ、たまにテレビの仕事もあったりとか、ートークイベント <laughs> とかがあるわけですよ。これらをこなすためにはやっぱり今、声優って見た目大事になってきてるわけでしょ要はそ、外に出しても恥ずかしくないぐらいのビジュアルをしてないと。 今,今だからアイドル声優ですっていうかねあの手のモデルとかさ足のモデル的な立ち位置だと思うんだけどうんそ,それ以上のことを今声優は求められててまあ露出も多いそれから仕事も増えてるってこともあるんでしょうけどう今もう声だけじゃないってとこに来てるとさ これどういうふうに判断したらいいのかなとだから本当はアイドル以上に見た目とかの要素が必要とされるかもしれない年を取ったらすぐに捨てられるうーうーものかもしれないとか思うとさえ結構こうどうかななんていうふうに思ったりとかするわけですそれでもこう,こう憧れを持つわけで 憧れの仕事として夢を追いかけてどうにかなりそうあのお笑い芸人よりはお笑い芸人はセンスがなきゃお笑いのセンスとかあがこうその時代に合っていなければこう認められない仕事で自信がないけれども声優って言われたことだけ演じてればいいだけだから楽そうとかさ あそれは多分今現在ラジオとかテレビで活躍してる声優のそのしょうもない話を見せられてる時にあこれでいいんだっていうこの程度で声優の仕事もらえるんだじゃあ俺もできるかもしんないみたいな感じになってんじゃねえかなとかっていうふうにちょっと思ったりとかするわけですだからっつって夢を諦めろとかそういうことじゃないんだけどさあのやりたい人は目指せばいいと思うの あのね、あの一発当たれば炭治郎みたいな声の人がこう息にそれまで全然そういう注目を浴びてなかった人が急にこうインタビューとか受けてさ「いやもうインタビューさばききれないっす」っつってさ「インタビュー断ると天狗になった」って言われるようなさあのそういう世界ですからちょっと気になってますねでやっぱりテレビでその声優の仕事を紹介するというか。 声優の訓練所はこういうことやってますよっていうので、あの宣伝の番組を作るってことはそ、それだけ、そういう風な番組を作れば、まあ、特定の層が見るだろうと。で、僕も、ま、ちょっと今見たくてあの、番組が始まるの待ってるんですけど、うん、どういう風にやるのかな、なんていうのを。い今自分のその声優の養成所は何を教えてくれるんだろうかっていうのをですね、えー、今日はちょっと皆さんと一緒に。 あの日テレが映る人は同じ時間帯で楽しんでいこうじゃないかっていうふうに思ってる次第です。今日はその話が終わったら終わりかな。えー、よろしくお願いします。だから結構無理なんじゃないのと思ってますねあの。なりたい人だけがなれる職業じゃないしっていう,うんどんなにこういい声と素養を持ってても作品がそれを利用してなかったりとか。 イベントがそれを欲してなければ、その見た目がいい芝居もできない人に仕事を取られるっていうことにもなるんだろうなと思ったりとかしてるんです。で、その、なりたい職業として、若者がなりたい YouTuber と声優っていう仕事を比べるとさ、YouTuber は一回売れると、ほら、わ,わかんねえ。 今ユーチューバーはどんだけ儲けてるのか分かんないけどあの夢がある職業なわけじゃん,なんか高級なとこに住んでえー、ね毎日お酒を飲んでバカ騒ぎをしてイエーイなんつって暮らしていけるのがユーチューバーで声優はそういうことないわけじゃんどんなに頑張ったってその あの偉い人から搾取される立場の人なわけじゃん。事務所に所属して事務所からお金抜かれたりとか、<laughs> 全然暮らせない,ギャ,ラでいやラギャラで暮らすしかないわけで、夢がないよなと思ったりとかするんです。そ,それこそベテランになって、ようやっとこの人並みにお金がもらえると。だけど、お金がもらえる声優になると、今度は。 そのお金が払えるあの作品にしか呼んでもらえないわけじゃん。低予算で作ろうとかっていうところでは、うん、新人で安く済ませようっていう風なことになってしまってさ、うん、だから声優になるっていうことは、結局そんなにお金持ちにもなれないのに、あ、始まったかな、えー、声優界をリードするのが、ほにゃららって今出てますね。えー、ちょっとそういういのを 話ししながら行ってみましょうあの今、鬼滅の刃の映像が映ってました。ちょっとね、だからね、夢がないような気がするんだよね。あ、煉獄さんの声と炭治郎の声の人が来てますね。あそれから宮野さん、それから水瀬祈さん、あ全然知らない。<laughs> 夢がないなと思うんだよ。 あと声優になりたい人はさ、その例えば一回こう売れっ子の役をつかむじゃん。つかんだとしたらさ、その後どうなりたいのかですよね。何年も何年も声優として続けていって、最後自分が死んだときに合唱とか言ってもらえる人になりたいのかとかさ、だから何十年もこうしがみつくっていうことに対してのその、うん うーんモチベーションみたいなものがさなんかわかんねえんだよなと思ったりとかしますなんかその人生のピークのところですごくいいハマり役をやったもう僕は声優やらなくていいや引退ですっていうのじゃなくてうーだいたい死ぬまでねあの役者やってるとか死ぬまで声優やってるって人がうん途中で死んだりとかさ 長年やってる人であ大好きでしたって言われるけど結局は引退した人にはみんな見てもらえないわけであの振り返ってもらえないわけでさってことは死ぬまでずっとあと声優やり続けなきゃいけないんだよなとかって思うのでそれは大変だななんていうふうに思ったりとかした次第ですということで今声優が呼ばれましてですねなんかお話が始まってるみたいだから、えー、ちょっと見てみましょうかね。 よっらせなんかクイズやってるみたい CM30 本以上視聴率25%超ドラマ出演妹はバレエ美女有名人の妹は誰って書いてるけどそれは興味がないんだいらないんだよそれな はいいいいらないいらないなんか声優の話してんのかと思ったらどうやらそれは予告だけみたいでしたね最近のその番組内でこれやりますよっていう予告も長いですねそれは大変だなんて思うんですがなんかね夢がないなと思って <laughs> その夢のないところになあのどこまでを目指してんのかが全然わかんないなと思ったりとかしました まあ多分見てるのはその少年漫画の主役クラスを自分はやれるっていう風に信じてやるんだろうけどあらまた映像が変わって声優志望者3万人って書いてある3万人声優死亡なんだじゃあ今のクイズ終わったらそのネタに入るってことだったのか なんか番組の構成自体がひどいね、えー、でもとりあえず見てみますあ空よりも遠い場所ですねよいしょ水瀬祈り好きな声優ランキング1位なんだって中村知恵うんだから声優の事務所もそうやって どんどん出来上がっていくわけですけどどの事務所に所属するかによっても違ってくるんだろうしなもらえる仕事がな大変ですねであ関さんじゃないのこれ眼鏡かけた人が出てきた あれ野原宏の声やってるあトム・クルーズをやってるこの人な誰名前なんつうの声優の名前の人たまに声優の番組によく出てくるトっチャン坊やあすげえ似た えと声優界のお手。ああ、森川智之さんっつうの。ああ、ああ、敏之さん。森川敏之さん。お大賞を見てないっつってる。ああ、すげえ。<laughs> 大変だ。 ちょっと楽しみですね。今ね声優志望のところに非常にこう眼鏡かけたねジョイマンみたいな人がいたんだけどこの人を追っかけてほしいな声優ってどうやってなるのってことでまあそのプロダクションの CM みたいな番組なわけですけどちょっとみ見てみましょうこれ。 うん、やっぱ女の人率が高いんだね需要もあるからかなあジョイマン大神さんジョ大神さんいい大神田淳さん35歳いい <laughs> ここだけなんだろうな うん一応授業になってんだはいこジ,ョジョイマンいっぱい出てほしいなさあ森川さんが来て指導してくれますようんうん

ボイスサンプル,ンプルああそうなんだへえあでもたまにパソコンとかのやつでさ、あのー、やっぱボイスサンプルってありますよね。 うん、ああこれがオリジナルの原稿なんだ、うんうんうん、小竹綾香さん。 ラなんでこ <laughs> そ,でなだなそ対な,いいな,なダメ出しされた、ね、はこにからもにたいも、うん、そこをはじいな。 全然わかんない <laughs> そこは外そうってまたダメを出されるこれはでもわざとダメ出しをしてまあそれっぽいダメ出しをしたことに対してメンタルをいかに切り替えるかって訓練なんだろうけど。 大変ですねこういうことや,やっていかなきゃいけないんだねジョイマン来ねえからジョイマン滝田香さんもうアイカツとか出てるのかこれ違う憧れの声優が黒沢友世っていうアイカツに出てる人なんだねあー CM になっちゃった CM になっちゃった あじゃあやっぱこの,この人の事務所の何だっけもう,もう忘れちゃったあこの声優事務所のアイリッシュじゃなくてなんとかっていうところに入ってる人たちなんだねまあでもほぼほぼみんな出来上がっててお芝居ができないとかじゃなくて あのいかに器用な声優を作るかっていうことと失敗しないためのシミュレーションをするかっていう段階を見せてくれてるんですね。僕はだからこれ CM で見た時はですよあのその事務所じゃねえや養成所じゃなくてさ現場見せてやりゃいいじゃんと思ってさアフレコ現場。現場。 現場の弦がわかんなくなくっちゃった <laughs> ねこれ全然違うとこだからさあの声優になりたいんですっていう人にこ,この映像を見せるまあそ,のそれが今まで出してないからレアだし興味ある人はそこを一生懸命見るしってことなんだろうけどあ,あんま役に立たないところなんだろうね えー、いや声優になりたい子は多分このもうその三十何人っていうところにどうやったら選ばれるかっていうところにが知りたいわけでしょ大変だね <laughs> ずるいというかもうだからまあこれ日テレがやってるので、まあ、日テレ主導アニメだったり日テレ主導の企画だったりっていうことに 何かしらにこの番組を制作した中でも決めてる人がいてその人たちがその声優たちが今後活躍するっていうことも見据えてこういう番組作ってるんだろうけど野沢雅子若い女性

アマンドなんとかさんはすごくおばさん役をできてたらしい要は型にはまれってことだろ大変ですね大変ですね,ですね若い27歳西山智大さん なんか下手くそっぽいんだけどこの人うん。

ボスキャラじゃなくて、ナルシストじゃないかな。余裕がない。余裕。うんまあでも、トム・クルーズの声の人だからな。 あのトム・クルーズの映画の吹き替えいいよねこの人のねもうなんかずっとやってるけどザ・トム・クルーズって感じがするよねのこの一部分だけディスタンスとか守りながら撮影したって感じかなあアクセルゼロっつ ありがとうございます <laughs> ペソと言われたらルーブル今日は日テレでやってるテレビ番組を見ながら、えー、声優って何と思って見てました。 今やがてを教えてます、うんうんはい、あはっきりさ発言してる。 タタらずに演じるんだろうということでまた CM に入りました。<laughs> うん大変ですね。 何やったってダメダメって言われちゃうんだから <laughs> 大変ですねだから今まで流行ってる流行のその喋り方ってやつを抑えてそれでせ新しい声優になっていかなきゃいけないわけでしょでそういう勉強して声優になれたとしてもその当たり役もらえなきゃどうしようもないわけで。 えー、器用に何でもできますと言うとそれは何でもできます人として使われるだけで主役クラスにはあこんばんはよろしくお願いしますありがとうございますちゃんと和骨ってコメントしてくれてありがとうございます <laughs> 最近はボタンで済ませる人もいるのでねわ悪いことじゃないんですけど <laughs> あのよろしくお願いしますああそうそうあのー、ちょっと 緩和球大で、ニコニコ動画がですね、ちょっと規約変わったんですよ。NG 食らった時の処理っていうのが、今まではペナルティが1回そういう番とか食らったら1週間配信停止だったんですけど、で、2回目食らうと1ヶ月だったんですけど、規定が変わって、1回目の番の時は1日だけ配信がダメで、 2回目は1週間ダメで、その次は永久停止ということになったらしいです。えー、それから、今までにそうやってバン永久バンを食らってた人も申請してくれれば審査の後にアカウント返すっていうことも、えー、ニコニコはこれからやりますよということらしいですね。なんだかなぁと思いましてね。そう,そう 緩くなったあなんかねそ、それで客が戻ると思うなよと思ってね、<laughs> あのおりました。ニコニコ主導で声優塾とかやってもいいかもね。ニコニコで有名声優を招いて、声優になりたいその生主とか集めて、独自でなんかやっていけばいいじゃんと思いますけど、まあ、今、金ないからそういうことできないんだろうなと思いますけど。 そういうので育てた人たちを例えば日常みたいなアニメで入れるとかさうそういうのもできてるできてもいいよななんていうふうに思いましたもう戻ってこないんだろうねあ番組番組がまた始まったのでニュース速報 BL 声優なんだええ森川さんって BL 声優なんだ BL に600作品も出てるのこの人じゃあもう、うん、あ栃木県だけ緊急事態宣言がはいあの解かれたとそう深い話のやつ見てた。 声優になりたいって人がどういう人なのかとかちょっとテレビ見てえどうなのかなと思ってああそんなんだそんなにじゃこの人のウィキペディア見たら少なくとも600行はあるわけだね BL 作品だけですげえなああ いや全然僕は声優じゃなくて今その声優になりたい人ってどういうこと考えてんのかなと思ってテレビを見ようとしてる人ですねだ森川さんって人もトム・クルーズの声の人なんだって今初めて知ったぐらいだからーなんかすげえ大変だなと思ってさあああの <laughs> あ あ『進撃の巨人のエレンの声』の人だ。このエレンの声の人さ僕誰かに似てんよなっていつも思ってんだけど。 うん、僕このジョイマンに似てる大神田敦さんの芝居が見たいんだけどさ最初にいざ見た目だけでインタビューだけ受けてこの人出てきてくれないんだよこの人が見たいんだよこの人が <laughs> <laughs> 大神田さんが全然 <laughs> テレビに映ってくれないんですよ で今お手本に演じてた人もすごいなと思いましたけど何が正解か分かんないな聞いててな青い服の人 ちょっっと聞き取れなかったけどあのエレンの声の人よりうまかったあのお手本のエレンの芝居の方が全然よくねえなと思ってたからさ <laughs> もうそれよりうまかったらもう超才能だよねこの人ねうん あーねアニメ向きと引き替え向きあるからねうん22歳うん十二歳行かせていただいたっつってるよ 聞いてみよう河野さん、はい、これはいいんだ分かんねえな <laughs> 分かんないもんすな28歳森本真也 声じゃなくてもうねこ声だけ良くてもとか最近でも渋い声というか太い感じの男性ボイスないからこういう人も声優になればいいのにと思うけどね。 でも演じるところが分かんねえからな。聞いてみましょう。<laughs> あーあー、また、また怒られちゃった。ああ、CM になっちゃった。CM になっちゃったーあー。まあでも、ああ、じゃあ。いや、まあ声優見たいから、いっぱい長くやってくれるのはありがたいんですけどね。 いやー大変だこのアクセルゼロの、あのー、あれは大変だなと思います。でもこんだけ演技ができますよってなってもこれに今度仕事がついてこないわけでしょあの世の中に出る仕事は美少女ばっかりの仕事だったりとかあの話がもう。 よくわかんないそのライトノベル作家のストレス解消みたいな文章を読まされたりとかする仕事に就くんだろうと思うとあの <laughs> ここでの演技力がどこかでこうバランスが取れてっていうことになるのかなとか思うんだけどうん3万人分の38人だから32人だそうですよ、うん 今全国に声優志望の人たちって3万人いるんだって声優になりたいですよっていう人がいてでその中で運よくその、うん、養成所というねあこいつは見込みあるからちょっと教えようかとか伸びしろあるから教えようかっていう人が30何人あそこに集まってるらしいんですよだから入った段階ではそんなにあはい <laughs> 普通にただまあ開けただけじゃん,んててああなるほどねなるほどねためが欲しいのね森川さんはね先生はためが欲しいけど演じる人は焦って演じちゃってるっていうことね

うん、それでいいんじゃね <laughs> ダメなのかねでもさまあなんだろうあのー、これシン・ゴジラで求められてる演技だったら100いいんだよなと思ってうんこれで顔でもよかったらもうちょっと売り込んでもらえんだろうなと思ってさ ジョイマンじゃねえの35歳ジョイマンが、うん、まあね声優はねそうですねいや結局結局35歳のジョイマン出なかったな <laughs> まあいいけどあオーディションの現場に行くみたいですよこれは楽しみですね あのね、画面のね、上,上の左から3番目のメガネかけたおっさん、これが <laughs>、これ、この子、この人を見たいんですよ。あ,あれ、もう今日はこれで終わりかなオーディション編はまた来週になるのかななあー、もったいないね。まあでもやっぱ大変なんだね、そういう。で、でここまで大変な思いをしてさ、はい。 だからあれくらいなら会話なんぼでもいるんだよということとある程度その声の質とかが期待してんじゃないのやっぱ教える側からするとだから何回もやり直させてんだろうしさこいつダメだなと思ったらはいはい1回で終了ってなるところを3回もやり直させてるなんてえー、偉いじゃないと思,思いますけどね。うん まああえて今回テレビで見せるようにわざとダメ出しをするように今回は振る舞いますねっていうことも最初に宣言してるのでまあそ,そのようにやったんだろうなと思いますけど大変だよ今これにささらに2.5次元俳優というのがいるんだろう,う <laughs> 舞台でそのうん。 そうねだから林原めぐみなんかは完全に気に,入気に入られる人ですからね。あの新人で、ね、あの役もらう時にあの人はあの実家で送ってもらったみかんとかをプロデューサーにこう配って回ったらしいからねこの子いい子だなつってそんなやつ一人もいなかったらしいんだよ当時。<laughs> あのでもそれは心根ですからねあのせっかくですからという感じで来れる人間力というかそういうことなんだろうななんていうふうに思いますけどまあもともと声優自体もね売れない俳優とかさその,あのいわゆる雑魚キャラみたいな大部屋俳優みたいなとこからえあのねテレビの俳優 仕事もらえないんだったらうちでちょっと声の仕事しないかって声かけられて入ってくるみたいなところが一番最初の頃なわけじゃん。ドラえもんのほらあの初代ドラえもんとも言えないあの大山信代とかもさもともとはあの人女優だったわけじゃん。だけどそ,そっちじゃ芽が出ないからっつって声の仕事の方でで声の仕事に入ってもそのガラガラ声だから。 その普通の女の人の声をやってる声優の人からもずっとからかわれてっていうことをしながらで「ドラえもん」で当たり役をようやっと取ったっていうような人でえでもそこまで誰かがこのこのガラガラ声をどうにかアニメで使いたいっていう人がいたから採用されていくわけでえまあ何がどうなるかが分かんないっていうのはまさにそういうとこなんだろうなと思いますよ。 時代が急に変わって、その、今までの流行の女性声の人が流行らなくなる瞬間とかあー、ね今、今までの女の人の声はみんなこう、なんだろう、通る声というか、キンキン声の人がすげえ流行ってたんだけど、まあ今年どうなるか分かんないみたいなさ、なんかこうた、たまに声優で変な声の人とか思う人いるじゃん、なんか可愛い女の子の役やっててもなんか、 あの鼻が詰まったようなというか猫が鳴いてるような声みたいなのを出す人とかさあのキャラクターに合ってないんじゃないのとか思い,な思いつつも割とそういうそれを個性として良いと思ってアニメプロダクションがそれを採用し続ければそのうちそれが見る人に定着するとかそういうこともあるからね分かんないもんすよ。いやーでも大変だ こんな思いまでして仕事もらっても結局はお金にならないのが声優の仕事ですからあの声優しながらバイトしたりっていうのもずいっぱいあるんだろうしさ YouTuber になればいいんじゃないかなとかちょっと見る前に戻って思いましたねこれは大変な仕事ですよご苦労さんですみんなあんな大変な思いして怒られて えー、役がもらえないうちに芝居とはっていうことを叩き込まれるというかでも逆に言うと仕事を始めてしまうともう教えてもらえることもなくなるんだろうからあそこがまた最後のチャンスというか伸びる最後のチャンスって言ってもいいのかもしれないしね分かんないねやっぱね大変だね僕はでもやっぱ歌手崩れとか <laughs> あの 俳優崩れが CA、声優やってくれてた方がまだいいかなとは思ったりとかします。だって、あの、あの、あのほらシャ、シャーの声の人だってそうでしょ元から声優目指してた人じゃないでしょだ,だけど、もうシャーみたいな声シャ、シャーズダブルの声の人ってずっとシャーばっかやってるけどさ、で、まあ、褒めたたえられてるけどさ、あの、 なんつったらいいのかなシャーの代わりになる声の人が出てこないじゃん。要はもうあ,あれはあの人の声の1000倍特許だっつうので死ぬまで多分やるんだろうなっていうのはあるんだけどうーな,なんかねそういうのであこのこの声優新しいってのがなくてど,ど,んなどんな新しいアニメを見てもまあ今までの系統系譜の中に入る人だよねみたいなさ 主人公声の「俺はやるぜ!」っていうような女の人が演じる子,声子供の役の声とか誰聞いたってほぼ一緒じゃんと思ってそれはまあ教えられたことをそのまんまやってるに過ぎないんだけど子供ってもっとそうじゃないじゃんって言って結局だからジブリなんかはそういう声優とかの声使わずに あの役者をそのまま呼んできたりとか子,供をこ子役にそのまんまあ子供の声を演じさせたりとかするわけでうんなんだろうねあの、まあ、業界自体が一皮向けないとダメなんだろうなというのもあるんですけどうんそれでいて儲からないってなるとなやっぱき,き,きついけどみんななりたいんだなと思って <laughs> 大変です。 でもあの今回出てきた三十何人の,あの女の子の声優の方はやっぱ半分見た目で撮られてる感もあるなというかあのそのまんまもうプロの声優になってもいいようなもうなんかもう見るからなデブチちな女の子いなかったじゃん私だから僕はねめちゃめちゃこう声優になりたいですっつってめちゃめちゃこう太い人まあ アフレコの現場に合わないんだろうけどさアフレコの現場でその巨体が動くといろいろ不都合があったりとかするんだろうけどさあの超いい声の超デブのブスとかさでいいと思うの,あのイギリスのオーディション番組で昔あの オペラを歌ったら超うまかったっていうさめちゃめちゃブスのおばさんがこう賞を取ったりとかしたああいうサクセスもないんだよなと思ってねあの平均点のみんなこうスラッとしたさ痩せたさあのい,いつでもその衣装着てコンサート会場に出れますみたいなさあとはもう化粧でなんとかなるレベルの人がその。 女の人の人に多いなああやっぱ深い話終わってしまいました。<laughs> あの次週かその後に続くみたいです声優の話。いやあ普段深い話なんか見ないんですけどねあのー、今日は声優の話やるっつうから見てみましたけどいやーやっぱこう胸が締め付けられるねあのいいことなんかあんま待ってないのにでも 夢の夢を見させる職業だから先輩の声優たちはいっぱいこうい夢のあるような素振りを見せてるあの感じとかあ非常にもうつ,つらいつらい痛い痛いってなりましたりとかしましたでも一応アニメ畑とさ一応声優の演じ方としてはやっぱ吹き替え畑があるからさ、うん この2つで考えればどっちかで生き残るっていう意味でいいんじゃないかなと思ったりとかします。あと今そのいわゆるその,あの吹き替えでさあ吹き替えじゃないアニメの声優がやっぱりこう注目を浴びてるけどさ吹き替えの声優の方ももっとこうあのー、まあならねえんだろうな <laughs> とは思いますけど。 誰かがやってんだけどそのい,いわゆるア,アニメ畑の,その人気ある声優がさその吹き替えの方をやりますって言った時にさ、うん、ああこんばんばはよろししくお願いしますそやっぱ吹き替えには吹き替えの世界というかそのイントネーションとか芝居のルールがあ,あるからさそのアニメの芝居から離れられないまんまそのやってる感とかもそ,それもたまに違和感感じる時があるのよね。あのー 一時の草尾武みたいな、あ <laughs> いっ,ていっのルルーシュの声やってた人みたいな、あ,あれがその吹き替えの DVD の,のやつとかで、一人だけこいついてんな、みたいなさ、目立ちてえのかな、こいつとかいうような、嫌な感じに逆に、そのいわゆるその作品を、ああ、やっぱ吹き替えじゃなくて字幕で見ようみたいなさああの、感じにさせてしまうのは、割と僕、アニメ声優だったりとかするので。 アニメ出身声優というかアニメで1回なんかこう花火上げた人が割とそれに入り込むような気はしてたりとかしますまあそのうちその作法を学んでなんか馴染んだりする人もいるんですけどだからまあもうほんと適材適所なんじゃないかなと思ったりとかしますあとなんかこうセリフねど,どうせ秒数決められてるんだからさ演じる芝居も。 ためみたいなやつをどこで作るかとかさあ,のあんま関係ないんじゃないかななんていう風に思ったりしますあと僕はねアニメの声優でねもう90年代の頃からずっと不満があるんですよ必殺技がちゃんと発音できてない声優はダメだろうっていつも思うのあのなんかこう高らかに何喋ってんだか分かんないえ ーセーラームーンの必殺技がそれなんだけどさ「ムーンクリスタルハニャニャニャーって最後分かんなくなるやつとかさ下に字幕くれよとか思うやつとかあるんだけどあれがセーラームーンで OK になっちゃったからその後の,あの必殺技系ね本当にあの元から知識があって知ってないと聞き取れないっていうレベルの。 あの発音になってたりとかするそれはもうずっと30年変わらないので、えー、そ,そういうのもどうせ治らないのが声優界なんでしょうなんていうところもあるので、まあ、割と狭い世界ですよ本当多分ね映像ば業界の中でのその声優の占める割合ってそんなに大きくないんですけどでもやっぱみんな声優になりたいんだなと思って原稿を持って何か読みたいんだなとか。 何かワンンチャンスとと思思ってやっててやんだろうなと思いますけど、でもやっぱり今声優がそうやってちょっと注目浴びてるっていうのは神田松之丞がそのあの独演会みたいなので注目浴びてるのとちょっと似たようなもんでもしかしたらこれもブームが去るのかもしれないとかうー思ったりとかします。水奈っていう人は、 歌がうまいって言われてるけどそんなに歌がうまいのって思ったりもするし <laughs> 急に水木奈々をあれしましたけどあまあでも声優になるとチャンスがいっぱいあるっていう感じなんでしょうね歌も CD も売れれば出してもらえるんだろうしあ,そうあと久しぶりにラジオドラマっていうジャンル聞きましたけど 昔は結構あったんだよねラジオドラマ今はあんまないけど、うん、でも BL とかの尖った作品はそうやってラジオドラマなんかとか、まあ、あとは今配信とかもあんのかな紙芝居みたいなものに声つけるっていうのも仕事だろうしゲームの声当てるのも声優の仕事だろうし、はあ、でもやっぱりもうちょっと 新人声優53歳です。えもうじいさん専用の声優ですっていう人。新人なのでギャラは安いですっていうような人出てこねえから、みんな若い人が夢持ってっから、割とその辺のさ、その、ワンカップ飲んでるおじさんの方が、 実は雰囲気ある声を持ってたりとかするかもしれないし、だそういう冒険を採用する側とか欲しいよね。<laughs> 声優、はい。ああ、ありますね。今、その朗読劇とか増えてて。僕はそれをネタにしてる、あの、インパルス板倉の2時間のあの、ふざけた朗読劇とか好きですけど、あーそう、今、その、あの、<laughs> もう若く亡くなった女子アナとかも朗読やってたりとかするしあそ,れそれも1個ジャンルですよね需要があればお金取れるしいいんじゃないかなと思うけどもう新人50歳で芸能生活5年しか送れないけど幻の子をじいさん声優としてこのじいさんの声誰なんだってなるような、はい、うんだからまあ 今ね若い人にさわざとじいさんを演じさせるとかやらせてっけどさ何で若いうちにさババアの芝居を覚えなきゃいけないんだよって逆に僕思ったりとかするんだけどさ何でもできるようにとかっていうことなんだろうけどでも結局のところリアルに年を取った今だから思うんだけどさ その何々なのじゃっていうじいさんはいないんだよあの世の中にあのその時代その時代であの若かった人が感覚若いまんま年取って気がついたらじじになってるでその喋り方とかって流行が10年ぐらいでガラッと変わるから若者言葉があのそ,それがあるからだから僕は多分その70年代の申し子なんですよ 70年代の喋り方をしてるからそのジジクサし喋りってなってるわけでだけどそこに多分みんな気づいてなくてもっと大昔のその,あのおじいさん役をやってる人のイメージをだからその今の時代のじいさんのん世界像世界像じゃないや像,像があるわけだけどそのその像は実はその 誰か俳優が演じてたじいさんの役を見てそのイメージで演じてるだけであってそれはものまねであってそれが老人らしさではないんですよそ,そこをいまだに誰もつかめてないからだから何が一番いいかっていうと俳優がそのまんま年取ってそのもう白髪とかになってるのをご,ごまかさずに俺は俺だって演じてる時のじいさんが一番じいさんらしいんですよああなんて。 <laughs> あの映画だからもっと俺はできるぜ動けるぜみたいな感じを少しギラギラさせてるぐらいの方がじいさんらしく映るんですよ、うん、あーだけど若い人がイメージで演じるなのじゃはそこに行かないんですよね絶対たどり着けない領域だからさそこはあー男が女を演じるのと同じぐらいた,たどり着かない えー、領域にもかかわらず若者にあの年寄りの演技にさせるとか無茶 <laughs> やってんなとちょっと思ったりかします声優は本当難しいよ目指さない方がいいよ <laughs> 55歳新人芸歴 経歴2だからそれは物書描く人だってそうだしイメージでじいさん描いたりイメージで子供描いたりイメージで女の子描いたりっていうことだけしかしていかないとそれは固定概念としてずっと固定され続けるっていう。 だからそれは80年代の,その,あの女の子像から中身がほとんど変わらない見た目と髪型だけが変わってるけどあの生きてる感じのしない女の子っていうのがずっと継承され続けててパンツ見られたら絶対真っ赤な顔して恥ずかしがる女の子みたいなのがずっと来るんですよでたまにそこにあのそんなん違うじゃんっつってあの今風の若者像とかその あの冷えた感じというかクールな感じを入れてくると「あこれだ!」っていうふうになるっていう,うまあその繰り返しなんだろうななんて思いますでもその「あこれだ!」っていうやつはそのイメージを模倣することでしかずっと作ってこなかった人にはその新しさはその側だけ真似,真似てもやっぱ嘘くさくなるし。 だから本当はその声優も誰も彼もその時代と共に生きていってその最前線で生きる人がまあ20代ぐらいの人だっていうことでいいんじゃないかなと思ったりとかいたしましたあとあと前,前に話したのでね時代と寝るというか何だっけなあエヴァンケリオンだエヴァキューだ 「エヴァンゲリオン Q」の時にね、シンジ君が何したらいいか分からないよっていうセリフを言うんだよ。もうなんかエヴァに乗るなっていうし、僕もうどうしていいか分かんないよっていう。ね。これってだからさ、あの、僕はちょっとドリフターズだと思ったんですよね。 このシンジ君はあのごめんねあのドリフターズってザ・ドリフターズの方ねああのドリフのコントが面白かったのって本当は70年代の,あの映画とかに出てて、あのー、自分たちが何やりたいかもう分かんないけどもいわゆるクレイジーキャッツとかやってるやつの模倣をしてたっていう時が多分一番面白くてドリフが売れてさドカーンと全員集団とかが行った後にさ あの90年代に入ってさみんなおなじみのその雷様とかあのバカ兄弟とかが出てくるあたり志村けんが偉くなっちゃってからのド,ラドリフというかさ全部がおなじみになって型にはまっちゃってさだけどそこに時代に迎合しようとしてさ その,あのその時代その時代に流行ってるものをドリフの中に取り入れようとかその時流行ってるアイデアを出そうとかあいうことをやってる時代のドリフのコントって面白くな,なくなってるんですよそれは何かっつうと何をしたらいいか分からないからそれは何かっつうとドリフの中にその面白いものと面白くないものとか本当に面白いと思ってるものとかっていう余計なものが入ってくるわけ、うん お面白いものをー物差しで測れないぐらいその情報がそのドリフの中に入ってきちゃうとうまああといろんなねあのこれでいきましょうあれでやりましょうとかこれでいいじゃないですかとかっていう余計なことを言ってくるそのテレビの偉い人とかの言うことを聞きながら作っていくとドリフが面白くなくなっていくんですよ。 でその苦悩はおそらく「エヴァンゲリオン級のものづくりでその何作っても怒られたりとか勝手なこと言われてるファンが勝手なこと言ってる庵野くん,ん君はもう何をしたらいいのかわからないよその代弁が真ンくんの何をしたらいいかわからないなんだけど何をやっても否定されるそれは時代が庵野秀明からずれ始めてるっていう部分でもあるわけで。 あの自分がやりたいことだけやってたらその客が離れていったみたいなことでもあったりとかするんだけどそこなんだなってそれはつまり何かっうとその純粋であるってことですよ。あこのあの何か面白いことがあってそ,それが面白いっつって信じて疑わなくて小さな世界で面白いこと考えたってやってる時が一番面白いっていう。 あの何も邪魔されてないから純粋なそのリスペクト元が1個か2個しかないぐらいの時におあそ,その影響から受けた新しいもの作れたっていう時のそ,そ,その瞬間なんですよそれができるのって多分10代20代しかなくてあのそ,それ以降はも,もっとどんどん余計なものが入ってきちゃうから。 だから、その若い人の作った作品っていうものの方が世界にこう受け入れられやすい。それだけ純粋な作品だから。ってことなんじゃないかなと思ったりとかします。だから声優の演じる芝居も、おそらくそういう純粋な芝居をしてるのが常にこうサイクルで回ってった方が、実はいいものが回るのかもしれないな、なんていうふうに思ったっていう話でした。以上。えー、今日の。 声優を見た感じとなりたい人となれない人を見た話でした。おしまいです。ありがとうございました。じゃあ今日この辺で、<laughs> さよなら。<laughs> なら <laughs> すいませんね、一人でわーって話してね。あまあこんなもんなんだろうね、本当世の中常にうまくいきませんよ。何も思い通りにはならない。 その思い通りにならないことでみんな生きてんだろうなと思います。えー、まあその中でわずかながらに成功する人がいて、えーまあ、その成功する人がまた今後出てくれば、ね、そ,のその人がいい役もらったりとかすればいいんじゃないかなと思ったりとかします。じゃあさよなら。